はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。今回は舞い上がれの第16話について話していきましょう。はい、第16話ね、大人編ね、赤楚衛二さん出てきましたね。はい、赤楚衛二さんはね、なかなかドラマによってね、顔の感じがねちょっと違うんだよな。今回はね、こう昭和の男って感じがうまく出てますね。そして子供の頃からずっといたあの秘密基地ね、又吉さん出ないかと思ったら重大な役というか出るんですね。まだね、あそこは秘密基地としてね、まだ残ってるというか、まだ続いて出てくるってとこはね、すごくいいなと、ね、みんな思ったんじゃないでしょうか。どうでしょうか、秘密基地にまた舞ちゃんもね来てるしね。いいよ、くるみちゃんはあまり来てないのかな。でも今度ね、給料が出たらみんなで食事に行こうみたいなね、赤楚衛二さんね、たかしくんか、が言ってましたけど、いいシーンですね。そういうのそういうのいいよね、憧れちゃう。そういうの皆さんそんな時期がありましたでしょうか、いい。そして今回はくるみちゃんの大人、山下美月さん出ました。いいですね。私、山下美月さんは目が好きなんですよね。絶対に目が悪い、あの目いいですね。ねえ、これからねえ、くるみちゃんの大きくなったのが山下美月さんね。そして山下美月さんのお父さんもまた出てきてね、おーよかったね。お父さん転々と職を変えてたみたいですね。でも優しいお父さんね、気遣えるお父さんって感じですよね。そして今回はそうだ、よくっていうんだなと、翼はよく、このよくいいだろうみたいなね、知らなかった。そんな常識なんですか、皆さん使ったことありますか、翼のこと。よくって、あのよくいいねみたいな、よくが欲しいみたいな言わなかったね。ちむどんどんで翼がね、みたいな感じだったもんね。よくって言うんだね。いや、鳥人間コンテスト懐かしいって思ってしまうんですが、なんか鳥人間コンテストの最後の方っていうか、今わかんないけど、その昔はすぐ落ちてたじゃないで、この何メーターか行ったらね、今なんか向こう行って往復して帰ってくるみたいなの聞いたんですけど、本当ですか。なんかそんぐらい性能がすごい良くなってきちゃって、なんかっていうのを聞いたんですけど、すごいことになってるらしいっていうのを聞いたんですが、本当でしょうか。それ言われてもえー、本当にみたいなね、そんな感じで、はい、今週もどうなっていくのかね。なんかこうね、あのお父さんの工場もなんか良くなってる感じでしたね。あ、そっか、今回お兄ちゃんだね、横山さんね。何になったんだあれは、なんだあれは、株違う、何あれ、なんかどうなったんだお兄ちゃんみたいなね、気になりますね。はい、そんな感じで明日も楽しみにしたいと思います。はい、私 D のチザワイザー、今週の金曜日にね、私のバンドキャプテンカーのライブがありますので、ぜひ皆さん見てくださいね。今回は10月ということで、10月28日なんですけども、ハロウィンな感じで、やっていきたいなと思っております。毎年ね、我々のイベントはハロウィンは結構ね力を入れるんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。なんかこうハロウィンっぽい格好で来てくれたらなお嬉しい。はい、そんな感じでお待ちしてます。はい、それではまた、バイ。